ドリンクチケットっていうところで止めて、うんうんうん、でほんでここでまた、うん、そうしよう。どうもドザリワークでーす。イエーイ。ドザチャンネル始めます。ベースのメグです。ボーカルのゆえです。ギターのトイエです。さあ、今回ですね、はい、ライブハウスに来てもらいたいなっていうので、我々バンドマンがちょっとそういうね、ライブハウス関連だったりバンドのね、内情というかそういうのの仕組みについてちょっと説明していきたいなと思っております。はい、ちょっとシリーズ化できたらいいなと思ってて、今回のテーマはこちら、チケットの購入の仕方について。はい、チケット購入 ね、はい。いや、あれ意外とあれやもんね、あのライブハウスあるあるで、うん、あのみんな知ってるようで知らないこととかね、初めての人とかだったら、初めてね、そう行きたいんですけどどうしたらいいですかっていう人が、うん、結構いるので、まあね、確かにね、うんうん、あ、そういう人のために、うん、やっていこうと、はい、分かりやすく ね、はい、もちろん知ってる人もね、うん、見ていただきたいなと思うし、うん、あ、そういうことねって思う動画になればいいかなと思うね。はい、はい、このライブ気になるなぁ。俺でもライブハウスとかな行ったことないしなぁ、ちょっとよくわからへんしなぁ。何チケットとかどうやって買うんやろなぁ。大体この前売りとか当日とかなんかよくわからんなぁ。どうやって買うんやろなぁ。そんな時は、おぉ、そんな時は、そんな時は、私たちにお任せあれ。まず、はい、お目当ての見に行きたいと思ったバンドマンに連絡をしてみましょう。はい、もう電話して、電話して。まず、それが間違いないですね。まずね、はい、まずね、はい、そしたらね、絶対教えてくれると思うんで、聞き方をね、説明してくれると思うんで、まず、それが第一かな。連絡する。はい、まあ、連絡してほしいです。今あれやもんな、連絡の仕方って結構簡単にね、うん、できるよね。どこからでもね、どこからでもね、 SNS とか、うん、あとはまあバンドさんのホームページとかでもね、うん、コンタクトとかで連絡も取れますので、うん、はい、そう、まずそこから。そうな、このライブ見たいなっていうそのね、フライヤー見てたら日時と会場がもちろん載ってるわけだから、はい、分からなかったらそこのライブハウスに直接連絡してみる、まあ、メールでもいいし、うん、あとツイッター、X とかでもいいし、うん、出演バンドもからでもいいしね。そうそうそう、まず連絡するとも、そうだね、うんうん、遠慮せずに、どこからでも、はい、連絡してくれたらと思います、うんうんうん、で、チケットがね、前売りと当日とがあるんですよ、はい、で、当日っていうのは、まあ、当日その場でね、あ、そうですよね、入れます、はい、予約しなくても、はい、キャパがね、チケットがまだあったら入れますよって、そうですね、やつなんですけど、はい、ソードアウトとかね、そうなければ電子マネーで行ってもらったら購入できますよっていうのが当日券ですね。そう、そうですね、そうで、前売りっていうのが予約して入れるっていうんですけど、はい、ちょっとお得なんですよ。あ、そうですね、当日より、はい、そうですね、ちょっとだけね、ちょっとだけお値段な場合が多いですね、はい、ほぼそうですかね、うん、大体500円とか、それぐらい、うん、前売りでチケットを予約してる方がお得ですよね。はい、はい、はい、前売りの購入の仕方なんですけど、うんうん、はい、まずね、必要な情報が行きたいライブの日と場所、うんうんうん、あと名前。名前はね、ハンドルネームでも、ね、いい場合が多いんでね、本名じゃなくても大丈夫なんで、はい、うん、気軽にね、はい、あとはチケットの、枚数、ね、チケットの枚数ですね、何人で来るっていうやつね、まあ、それ言ってくれたら、ね、こちらも確認が取れたら、うん、返事すると、返事返ってきた時点でもうそこはもうやっと成立ということになるんで、返事ね、たまにね返ってこない場合があるんで、そういった場合はですね、何かのこう行き違いで見れてないとか予約が通ってない場合があるんで、そういった場合はね、しつこくもう一回、前メールしたんですけどとか連絡入れたんですけどってもう一回言ってみるのもありかなと思いますね。そうですね、はい、ありがとうございます、はい、あとね、チケットの種類で言うとね、うん、ウェブチケットとか、う
うん、最近そうだね。そういうのもあるし、うんうん、あと何あの昔ながらで言うと紙チケットね、あの、はい、うん、あのメジャーアーティストだったら大体その、ね、チケットをあのチケットピアさんとかで買ったら、うん、それをあのコンビニにね、うん、あの商品券に変えて、うん、それを持っといて、それを当日持って行って入るというのが一般的なんですけど ね、はい、まあ、そういうのもあるけど、あのインディーズの場合ね、今そうです、主流になってるのが、はい、そのバンド予約って言われる、はいはい、取り置きシステム、ね、はい、まあでもやりやすい、分かりやすい、ね、はい、これが一番ね、うんうん、あの分かりやすくて、そうですね、やりやすい、はい、ここだな、ここだな、うん、間違いないな、あ、すいません、はい、今日ライブ見に来たんですけど、受付ここで良かったですか？はい、こちらです。あ、大丈夫ですか？はい、じゃあ、お目当てのバンドは、あ、ロザリオワークっていうバンドなんですけど、はい、お名前は、アンポンタンです。アンポンタン、はい、あ、はい、OK です。じゃあ、はい、こちらどうぞ。はい、なんすかこれ？あ、ドリンクチケットと言います。ドリンクチケット、あの、すいません、あのチケット代これ2000円って書いてるんですけど、はい、そう、2500円なんですか？ドリンクチケット代も込みでお代をいただきます。はい、あ、そういうことですね、はい、あ、分かりました、はい、はい、ありがとうございます。はい、ということでね、はい、ドリンクチケットっていうね、はい、ものがあるんですよ。はい、そうですね。何かというと、はい、入った時にね、中にドリンクカウンターがあって、これをね渡すと引き換えにワンドリンクもらえるっていうシステムが、そうですね、ライブハウスにはあります。ドリンクって結構いろいろあるんですか？ドリンクいろいろありますね、ありますね。あのライブハウスによったらなんかね、うん、お酒も豊富だったりしょ、うん、そうですね、ですよね、はい、おかわりもできるんですか？おかわりもできます。ああ、なんかおかわりするときはちょっと安かったりしますよね、ワンドリンク代よりもね、最初の。そうだね、場所によるけどね、全部が全部じゃないですよね、うんうん、はい、はい、はい、ということでですね、はい、まあ、とにかく行きたいなと思ってくれたら、うん、まずはね、関係者さんに、まあ、ライブハウスでもいいし、バンドのメンバーさんでもいいので連絡をしてみてください。はい、はい、はい、もうね、連絡来たらね、バンドマンはとにかく嬉しいからね、おー、予約来たーって、おー、ありがとうございます、問い合わせ来たーってなるからね、はい、連絡嬉しいので、はい、めちゃくちゃテンション上がりますからね、はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。この動画はハードロックバンドロザリワークが発信する関連動画です。チャンネル登録、高評価、その他 SNS フォローもぜひよろしくお願いします。最後まで見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。